名一丁目から四丁目まである。郵便番号は305-0005。つくば市の東部に位置し、つくば研究学園都市研究学園地区中心部に位置する。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、つくば駅の北に位置し、小規模な店舗の並ぶ、繁華街であるとともに、つくば大学つくばキャンパスの南、道春す地区及び、 筑波学院大学の北に位置することから、繁華街と学生街の両方の側面を持つ地域である。地域の東に、学園東大通り、西に、学園西大通り、南に、学園北大通り、北に、平塚学園線がある。北は天皇台、南は東、東は向き、西は、春日、が、ようと接する。住宅地の地下は、2017年1月1日の、 工事地下によれば、アメ保ホ1丁目8番12の地点で10万3000円、平方メートルとなっている。筑波駅に最も近く、飲食店やカラオケ店が立ち並ぶ。松見公園は、市内では有名な公園であり、休日を中心に、親子連れでにぎわう。筑波大学筑波キャンパスのうち、西地区が立地する。このため、学生向けのアパートやマンション、食堂などが立地する。 筑波大学筑波キャンパスの南地区があり、平塚学園戦争いに飲食店などの学生向けの商店が多い。古書店やリサイクルショップもある。コンビニエンスストアが3軒ある。戦後開拓によって設置されたかつての松見集落を含む、学園東大通りの東側にあり、大通り沿いに飲食店がある。北部はアパートなど宅地が多く、南部は つくば技術大学とつくば植物園がある。旧桜村無期地区の生地名を大技ざにしたもの。2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、天久保全域が東小学校、東中学校となる。松見タワーハット AB、平成29年度行政区別人口表。 つくば市、2017年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省、2017年5月29日閲覧。ABC、門川日本地名大事典編纂委員会、1983、1311ページ、国土交通省地下工事、都道府県地下調査、門川日本地名大事典編纂委員会、1983、 73ページ、本来の読みは、おっこしである。ありがとうございます。